は声を歌います。やれ統一したいんだ、木だけでいい。そうすると皆さんよく木で見てくださいよ。心はここで見るんですよ。形は目で見てもいいかもしれないが、目で見ただけでは物事ははっきり見えませんよ。そうすると声あるときに皆さん声があってできるわけないじゃないですか。そういうふうに木が流れてるように見えますか。幽霊になります。幽霊は生きてないって言うんですよ。生きてるものは木っていうものが出ないと生きてるということにならないんですよ。そうすると生きてるというんだったら必ずこうしっかりと指を立てていかないんです。力の人はキュッと上がる。もうこれじゃあ女性ですよ。できるわけないじゃないですか。いいか、木を荒らす。少なくともこの木っていう手はしっかりと木を入れて伸びます。そうすると、例えばこうやっていろいろな形をやるにしても、今の木っていうものが目いっぱい入っているゆえに折れないんです。力を抜けていって、あるこれだけでできないですよね。力を抜いた、木を抜いたということにはならないんです。力を抜いたとしても、木というのは入っているんです。その違いというものをよく分析しないといけないんですね。